ということでですね、昨日の続きということでよろしくお願いします。あれ、あ、そうです、これに手出して干されちゃったっていう件ね、ちょっと真相を、はい、まあ手を出した、手出してないのよ、それ勘違いなのよ、勘違いなのよ。ちなみにどこ干されたんでしたっけ？いや、干されたんじゃなくて3ヶ月の謹慎なんですよ、3ヶ月の謹慎、なんか学生みたいなノリなんですけどね、これほら、みんなヤクザみたいな気分ね。今ね、通行人に2人ぐらい、このあれ、これをねしてて、3人であれしてたら本物のヤクザかと思ったとか言って、で一人の人は最近そんなヤクザっぽい格好を本職はしないからねみたいなね、そういう感じなんですね。あ、それで、そうそれで、それはね、その真相というのは、あるとあるラブホテルで撮影があって、一部屋、二部屋、三部屋ぐらいあって、まあ大優女優同じ部屋で撮影、待機をしてた、待機、その時社長の好きな女優さんと俺が待機をしてたわけですよ。二人っきりで。二人っきりで。その二人っきりっていうのはまずいですよね。そう、まあでもしょうがない。次の現場だからね。そう。別にその社長の前でエッチするのは別に問題なわけだ。だけどそうじゃなくて、布団がベッドってベッドメイキングちゃんとされてるわけじゃないですか。そこが乱れてたわけですよ。ぐちゃぐちゃにぐちゃぐちゃっていうか、もうね、一回戦やった後みたいな。やったような感じで。それを見た社長は、どういうことなんだと。俺が見てない間に何かしたろ、お前ら通るやっただろと。小沢、何やってんだお前って。こっちは何もファがいないのにさ。濡れ衣だったんですか。濡れ衣、ただ単にその上で女の子がはしゃいでたわけよ、これがね。なんかわかんないけど、その後、会社に電話、俺が仕事してたから電話かけて、昨日何やったんだ、正直言え、何もやってませんよって。嘘だ、あのベッドの乱れは違うぞって言われて、お前これ来週からもう仕事来なくていいからって言われて、3ヶ月間謹慎処分です。まったくね、濡れ気味もいいとこですね。笑っちゃうよね。あのね、やはり社員の人に聞いたんですけど、非常に嫉妬深いっていうね。だって社員が監督やってて、で社長よりも売り上げが上がっただけで、なんで俺より売り上げが上がるんだみたいなね、そういうこともちょっと聞いたことありますけど、最終的には出る杭は打たれる、打たれていなくなっちゃうっていうね。まあそのぐらいやっぱり我が強くないとね、昔からの人はやってらんないっていうのもありますけどね。じゃあ濡れ衣だったと。濡れ衣です、濡れ衣です。ちょこっと今もう時効ですから、ちょこっとはなんか全然俺のタイプじゃないんだもん。仕事だからやってるようなもんであったさ。なるほどね、タイプだったらこれ、まあ、ね、過去にあったんじゃないですか、今だから言える。あるでしょ。だけどそれはあくまでお互いがね、あったってことですね。今の現状はさっきその禁止処分は全く違うから、別件では、バレない別件ではあったけど、みんなある、あ、みんなあるけど、みんなあるし、みんな3ヶ月禁止処分を受けてる。あ、受けてる。あ、それは確信犯で、確信犯でね。だからそういう人が多いから、小沢もそうだろうとっていうふうになっちゃったわけですね。まあまあまあ、だってあそこの現場はね、まあ、僕もそうで言ってましたけど、やっぱりね、みんなね、やってますからね。だってトップもやってるわけですから。そうあんたに言われたくないよと。でも、ね、お前ら雇われてる身で何かけてなことやってんだと。そうなのよ、金払ってる俺だぞみたいなね。そうですよね、やっぱりもう昭和の独裁者みたいな。そうね。なるほど、それが、私はあんまりあそこもう行ってないんで、結構言いますよね。まあ、とりあえずは社長は、ね、手を一線を引いた。なるほどね。そういうことなんですね。本当そうですね。あとですね、これ、もう、出番ですね。あ、また出番になってしまいました。また出番で。また、ちょっと、ということで。いいかな。
団子ちゃん、はい、うちの奥さんが団子ちゃんのファンで、本当ですか、一緒に、動画撮ってくれっていうこと、あ、いいですか、今日ね、団子ちゃんと一緒で、ね、マスク1日何枚とかやるだけ7枚ですそんな団子ちゃんでした、よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。いや、ということでまた、ね、うん、再開ということなんですけども、それでですね、皆さんにこれ、うん、今度から聞こうかと思ったんですけど、うん、今度生まれ変わるとしても、うん、また男優ね、セクシー俳優をやりたいかっていうことなんですけど、うん、小沢さんの場合だとね、総領事長も道もあったわけじゃないですか、うん、そうだね、うん、それをちょっとお聞きしたいなと思ってますけど、いや、俺はこの選択は間違ったのかなとすぐに思ってはいるんだよね、楽しいよ、今は楽しいんだけど、だってこれね、みんなの憧れの職業ですよ、分かってる、まあ、子供たちはね、あんまりそれ声を大にして言いますけど、裏の、うん、多分ナンバーワンの職業だと思うんですけど、うん、それ、うん、その心はなぜ、うん、なんだろうね、やっぱ俺子供いるんだけどさ、もう大きいんだけどね、いまだに許してもらってないとこもあるからさ、あ、お子さんにバレたんですか、うん、そういうのもあってね、え、男の子女の子、男は大丈夫、男の方はね、何人兄弟なんですか、2人、うん、男の子と、まあ、長男長女ね、あ、長男長女、うん、あ、まあ、女子の方がやっぱまだ俺のことを許してないのかなってか、うん、とこがあってさ、だそういうのを踏まえると、やっぱりちょっと間違ったのかなってすごい思う時もあるよ、だから前噂で聞いたんですけど、うん、小沢さん家のご家族でね、うん、洗濯物は、うん、お父さんと別にしてくれと、うん、なんかまあでもそれはでもどこもあると思うんだよ、あ、どこでも、どこでもあると思うんだよ、年頃の女の子はね、特にね、セクシー俳優がお父さんだからっていうわけではなくて、やっぱりお父さんとは別の選択、うん、まあそれはどうよ、うちはどうか分かんなかったよ、そんなね、だけど、きっとそうなのかなってすごい思うとね、やっぱ悲しいかなと思うよね、じゃあお子さんに許してもらう、うん、その男子のお子さんはなんて言う、別に何も言わない、あ、いいじゃないかと、うん、いいじゃないかともそこは聞かないね、あえて聞いてない、で娘さんは何て言われたんですか、まあもう結局はもうそのずっとね、俺のことをあまり認めてないのから延長で、全く口を聞かないわけじゃないよ、聞かないわけじゃないんだけど、やっぱ心のどっかでなんか俺のことをね、こう恨んで、こう後ろめたく思ってんのかなってすごい思う時ある、うん、それがあるから、うん、ちょっと今の仕事は後悔してる、まあそうだね、まあ、それはあくまで親なんだよね、まあ、男として生まれるんであればまたやってみたいなとは思うけどさ、じゃあその時はじゃあどうなの、どうすんの、結婚する、結婚しないみたいなね、そこにも問題あるとは思うけどね、まあ理解ある家族であればいいんだろうけどさ、あ、なるほどね、うん、個々ね、それありますからね、そうですか、わ、うん、かりましたでもこれね、最後これで終わっちゃうとね、うん、寂しくなっちゃうんで、いや、これは良かったっていう現場なんかあります、いや、これは本当やってて良かったっていう、なんかでもどうなのかな、今と今ね、40年やられてるわけですよね、令和なんだけど、やっぱり昭和の時代は良かったんじゃないのかなって、すごい昭和、平成、令和っていう3つのあれですよねあれを、うん、そうだね、セクシー俳優で、結局夢っていうよりも結構楽しかったな、うん、まあ、若い時はやっぱそれ楽しめたなと思うけど、今もうなんかってのは楽しめないもんな、うん、本当ですか、それはもう年齢なのかな、世の今おいくつですか、62歳の男性も敵に回しますよ俺たちやりたくても、だって金払ってじゃないとね、できないのに、何お前お金もらってってそんなこと言ってるんだ、楽しくないなんて、しかもあんな可愛い子たちとコラボさわと、こう言ってますよ、皆さん言ってますよ、そこはないなバカローってバカローってね、はい、森山ええ、森山君は全然、うん、悪くはないよ、自分で自分の首を絞めてるだけだからあいつはだって森山さん言ってたのは、なんか小沢さん家で忘年会した時にね、監督も呼んだの時に、また
酔っ払った話余計なこと言っちゃうから、したら小沢さんがもう着信拒否されたっていう、LINE も無視されたっていう。してないっつってね。ねえ、してない。でそれをあの人がいない時に小沢さんに聞いたら、一条前に何勝手にね小沢さんにそんなの聞いてんだと怒られちゃいました。ね、他の人のことをガンガン言ってるのに自分のこと言われるとね。あれなんですね、彼はそういうとこあるからな、そういう分ね、まあ、それがまたね、うん、面白いところっていうかね、まあ、ここね、じゃあそのじゃあ昭和で、うん、昭和の方が良かったってことですね。うん、で楽しかったね。何が どのあれが印象深いっていうか、やっぱ俺は好きだったな、ね、クリート・ジーザスが好きだったよね。ウィアンダールの初期がね、ウィアンダールの初期がね、初期の クリート・ジーザス、うんうん、とかやっぱあの頃はもう本当に3日4日のロケが普通にあったからね。ああ、うん、どんな内容なんですか。うん、でもっていうか120分なのに3日4日撮りだとかさ、普通であったからね。あ、うん、何がいいとかそういうんじゃなくて、もう本当に旅行の気分で物事できたから、あ、うん、楽しかったよ昔は。120分なのに、うん、その3泊4日で何を撮ってるんですか。まあいろいろあったよ、なんかわかんない、それどこに編集するのかわかんないさ俺は。どんなとギューって詰まるんだろうね、あれね。いやだからどんなの撮るんですか、3泊4日で。まず行きました、うん、いろんな、なんだろう、俺やったの応援団長をやったりとか、うん、応援団長でバニーガールみたいな、あ、なんだな、チアガールをやったりとかさ、うん、もうそんなのが、うん、あ、でもただやるだけで、ただドラマを撮るのに1日目を使ったりとかさ、あ、うん、そういうシーンはなくてね、まあ、そう、もう大名行列のようにさ、ダーッと並んでね、みんなでこう高速走ってってね、はい、目的地です、みんなバーッと、うん、準備してくださいって。何人ぐらいのロケなんですかそれ。いや普通に 5,60 人いたんだよ。5,60 人を3泊4日いたもう旅費だけでも経費すごいじゃないですかすごいよ、うん、そうだって今なんてね、カメラ一つと、うん、そうよ、女優さんと男優さんで下手したら3人で行けちゃうぐらいの、あの頃はね、60人すごい、うん、じゃあもう制作費数千万単位。そうなんじゃない、あの頃は。あ、だから VHS もね、1本2万8000円とか3万円とかね。そうだって足立薫が、まあ監督の足立薫だけど、足立薫が俺を動けばもうみんなが金出すっていうぐらい、ボン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 。あ、まあ、これ取ってくれ、あれ取ってくれじゃないけどね。普通の映画みたいに出資して、うん、そう出資する人がすごかったと。いっぱいだ、はい、うん。あ、でも小沢さんの時代って、うん、あの生って聞いたんですけど。そう、いつからかな、まあ、エイズとか流行ってきてからじゃないの。普通に生だったよ、生。生でね。生。あ、うん、ビールも生。ビールも飲み放題、お酒も飲み放題、ね、よく仕事中に FA の時ね、隠れてなんか飲んでましたよねである人がね、酒臭いですって女優さんに言われて、何やってんすかって、ね、怒られちゃってね、またそれで謹慎処分でね謹慎処分、それはなんなかったけど ね、小沢さん隠れてね、うん、俺じゃん、こっちこっちってファミレスでね店員を呼びつけて隠れて飲んで、中を疲れてね、勝手に飲んでる人がいますけど、私だけですよ、飲んでいいのはっつってねうまいね、お前、ね、言われてましたよね。いや、本当にあの頃はね、昼飯に酒が出て、夜飯打ち上げで酒が出て、もうすごかったよね、昔はね。酒が飲める飲める飲める、酒が飲めるぞ、みたいなね。ってね、半端なかったね、楽しかった。なんていい、あれなんだ。地雷だったね。ね、で、うん、生。ね、うん、ノーヘルですよ、ノーヘル。そう、普通に子供もできないし、まず病気なんかもう一回もなったことないよ。あ、うん、え、40年間やってて病気一回もなったの。一回もなってない、うん、なってない、すごい、うん、でもコロナもかかっても無症状無症状、無症状だった、うん、だから、性病になってたかもしれないですけど、それはないよ、無症状、それはないと思うよ、それはない、どう思います。ここでですね、小沢先生に、ね、実はあったんですよ。何があったんですか。ノーヘル。ノーヘル。はい。現場で。現場でノーヘル。ノーヘル問題があったんですよ。昭和じゃないの、ね、俺じゃないだろ。僕はプロダクションに呼び出されました。あ、平成の時代。平成です。平成の時代ですね。はい、昭和の時いないもんだった。平成の、あのヘルメット着用の時に、はい、ノーヘルで。
や、VTR は回ってないんですよ、そこは。あら、回ってないのにこれこれの、しかもノーヘル、どうなんですか、ね、プロダクションから、ね、ちゃんと病院行ってきましたと、どうしてくれるんですかと、診断書、あれ破けたんじゃないの、診断書なんどういう診断書って、なんかね、なんか感じたかなんかになったっていうあれでしたよね。ああ、でもそれは俺はなってないからね。だから俺は、それは病気、それは感じたなんかほら普通に疲れてたりすると出ちゃうもんじゃないですか。また濡れん気味だと濡れん気味 でそれあ、それでまたこれ禁止になったんですよ。いや、それはそうですよ、これで解決したんだよ。ああ、小沢さんやらかしてますね。いや、でも俺だけじゃないんです、その時は俺だけじゃないんで俺だけじゃないんで、ああ、ヒビアンはいた。なるほど、懐かしいなですね、ヒビアンさん。ふざけんじゃないです、ね、そういう時代だったと、小沢さん。そうだね、なんか随分こう叩くと埃が相当出てきますね、小沢さん。あ、知らない埃がいっぱい出てきてね。まあそういう時代だったと、いうことでね。じゃあ小沢さん、いつまでこのセクシー俳優やられる感じですか。まあ世の中が求めてる、くれるぐらいね、ちょっとやってみたいかなと思うんだけど、徳田の爺さんもね、いたからね。徳田の爺さんどうなったんですか。死んじゃったみたいな、ね、死んじゃったなお亡くなりになったみたい、風の噂でね。あ、なるほどね、うん、この前話しましたよ。あれ生きてたって、生きた生きてた。あ、そう、はい、なんだ、どっからだ、風の噂は。死んだってね、うん、あんま YouTube でそういう言葉はね、あんまり慎んでまあそんな形で、じゃあオファーがある限り一生やり続けると。まあ一応やってみたいかなとは思いますけどね、ということですね。わかりました。それではね、小沢先生ありがとうございました。いや、こちらこそ、ね、ありがとう、またよろしくお願いします。小沢先生でした。